コ最高、エ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 コ GO。わかりました。じゃあ先行ってます。皆さん、皆さんどこですか。あ、いた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 。先生待って。ああ。私にはわからないわ。どうしてブラックさんは残ったの。ここはブラックさんにとってそれだけ大事ってことだ。これみんなについていけばいいんだよね。すげえ安心すんだけど。ああ、なんてことだ。なんてひどいの。一体何があったんだ。どうしました。こんなのひどすぎるわ。大丈夫か？なんかすげえ声が聞こえるんだけど。礼拝どうしたな。待って、外は危険かも。前は平気だったけど。ここは一人ずつ行きましょう。さんが言ってた。いや、みんなで行こうよ。絶対に動いちゃいけないってさ。絶対に動いちゃいけない。さあ、ちょっとここ山場ですよ、多分。先に行く。あ、もう外だ。待て、聞こえたか。いや、何も。大丈夫かな。大丈夫かな、あの人。それじゃあ俺が行く。向こうに着いたら合図を送る。どうやって。気をつけて。これ次はどうする。先に行く。あ、いや、後から行く。ええ、先行って。じゃあ行くわ。気をつけて。無事を祈ります。気をつけて。動いちゃダメ。ダメだ、スザンヌ、止まれ。嘘でしょ。動かないで、動かないで、動かないで、動かないで。動くな。行きたくねえよ。
確かね、アンティルドーンっていうゲームやった時もそうだったんですけど、あのインディゴって化け物が来たら確かね、動いちゃダメなんですよ。音で反応するんで絶対動いちゃいけない。 OK、 いきます。ん？何これ？全く馬鹿げている。あ、ブラッドさん進みますね。ゆっくり行きますね。これ以上待てません。申し訳ない。あれ？ごめん。着いた。失礼します。必要はなかった。さあ、ちょっとこの礼拝で、じゃあいきます。必要はなかった。今はやめてくれ。それどころじゃない。それでブラックさんは？ああ、向こうに残った。自分の最後は自分で決めるってな。まあ彼が一度心に決めたことはなかなか変わることはないですからね。モズリーと言います。まだ生存者がいてよかった。スザンヌが死んだなんて、あとちょっとだったのに。あの時彼女が動かなければ、もしかしたらここにいる皆さんはあの化け物のことを知らないでしょう。はい、その正体はある神話に記されているのです。神話？信じられないような話ですが、あれは病でもウイルスでもない呪いなんです。まだ事務局の方にも生存者が隠れています。彼らは呪いのことを知らない。化け物から身を守る術も、助けなければ。ああ、クソ、スザンヌにもう二度と会うことができないなんて。スザンヌはとても素敵な人でした。素敵でした。残念です。あなたたちのことを心配していました。私はブラッグさんにもこのことを警告したんです。この山にはとても恐ろしく強力な悪霊がいると。でも彼は信じませんでした。もっとあなたが必死で。悪霊？悪霊っていうのはあの炭鉱作業員たちのことだな。これは私が宣教師として活動していた頃、先住民の集落で聞いた伝承なんです。当時自分の信仰を布教することに熱心だった私は、それを根拠のない単なる迷信だと思っていました。これからどうする？時期に警察が来ます。はあ、よかった。今のうちに休んでおくといいでしょう。失礼、少しだけ外します。俺も少し休むよ。いや、ちょっとみんなでまとまっていた方がいいと思うんすけどね。ここで休むのかな。座る。やっと来てくれた。あ、動ける動ける動ける。
牛だ。大丈夫ですか？そんな。え、何何何何？お前たち一体なんてことをしてくれたんだ。手を貸してくれませんか？何？どうしました？どうしました？こっちか。やばい、外で何かやばいことが起きてる。これをドアを開けましょう。手伝ってください。よっしゃ。すまない。だがすぐに。はあ、え、許してくれ。嘘でしょ。やべ、何するんだ。え、どういう状況？どういうことになってんの今？警察が助けに来てくれたんじゃないの今？まだ止まってはいけません。そのまま行って。一体どうなってるんだ皆さん。え、待って。さあ俺たちどうすれば。あいつらはきっとすぐに追ってくるぞ。デビッド、手伝ってください。重い。ない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 、マジマジない、マジない。やっと気づきましたか。な、何があった？何があった？あまり無理しないでください。あなたは銃弾を避けようとして倒れた時に頭を強く打ったんですが、無事でよかった。早く進まないと、時間がない。これ以上走れない人もいます。警察はなんであんなことをしたんだ。冷静ではなかった。化け物を目の当たりにして。いや、そんな。だからって警察が人を殺していいはずがないだろう。とにかく一度落ち着いてから考えましょう。そうだな。聞こえたか？戻るのはダメかな。警察が追ってきてなければ礼拝堂から外に出られる。戻らない方がいい。戻らない方がいい。どうだろう。私たちは警察の犯行を目撃してしまった。まずここを出ましょう。はい、そうしよう。通ってホテルまで行ければきっと外に歩けそうですか。俺がちょっと見てみる。うん、傷は浅いし大丈夫そうだけど。はい、脳震盪だな。ああ、クソ、黙れ。気が散るだろう。この声が聞こえないのか？え？何も聞こえません。声？嘘をつくな。さっきからずっと止まらない。少し落ち着いてください。ちょっと待って、あの人ヤバくない？俺に触るな。ちょっと先生、一体どうしたんだよ。とにかく早く逃げましょう。立てますか？はい。手を貸してほしい。やばい、後ろから何か来てる。大丈夫そうですね。行きましょう。完全に後ろから何か来てる。行こう。警察はまだ来ないようですね。彼らが追いつく前に早くここを抜けなくては。出よう。もう二度と来たくない。ここは。大丈夫ですか？大丈夫です。とにかくここから遠くに行きたい。デビッド、そのスザンヌのことですが。頼む、今はそっとしておいてくれないか。そのことは考えたくないんだ。
ちょこちょこ入る、これケーブルカーを使うことはできないかな。ビクターが管理しているので使えるはずです。彼はまだ生きてるかな。ビクターはこの場所を知り尽くしています。きっと彼なら大丈夫。なんかいるか、なんかいそうだな。いるのか。びっくりした。暗いので気をつけて。お前かい。冬の間だけビクターはここにホテルのものを保管しています。さすがビクター、相変わらず管理が行き届いていますね。彼は本当に。神父さん、今は集中しよう。ビクターのことはもういいよ、早く脱出しよう。ビクターは最近までここにいたようですね。ビクターはもういいわ。なんか声聞こえるね。やばい。なんか僕ら以外もなんか今どこにいるんだ。音がする。そうですか。何の音？あ！誰かいる！え？無視な！神父さん、そのさっきは悪かった。俺がどうかしてた。私は大丈夫です。ちょっとでもなんかこの人おかしくない？変な声が聞こえたんだ。ベネット、さっきからは調子が悪そうですね。なんか変異しそうな気がするんだよな、この人。もうすぐです。うわ、なんか後ろから来てそうな気がするんだよな。ちょっと振り返ってみるか。なんもねえか。もうすぐもうすぐって全然。もうすぐもうすぐって全然もうすぐじゃないんだよな。結構歩きましたよ僕たち。うわ、あ、警察だ。行こう。あ、これか。ここから逃げましょう。来た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 。なんで警察が追うの。
の、なんで警察が撃ってくんの。デビット、あ、デビット、これはまずい、どうしよう、まずい、助けてくれ。ああ、上に行けばもう少しです。なんで警察が、息が沈む、きっと逃げられます。気をつけて、ベネット、彼を見てくれませんか。なんかベネットが、彼も彼でちょっとおかしいんだよな。銃弾が当たって壊れてしまったようです。何？これでは開きません。何？どうしよう。じゃあこんなところで死ぬのか。警察がエレベーターを呼んだ。やばい、終わるじゃん。まだ戻ってるじゃん。おい、どうすんだよ。どうすんだ、なんでそんな、この人もちょっとおかしいよな。どうすんだよ。とにかく落ち着いて、焦ってはいけません。早く離れた方がいい。開かないし、どうすんだよ。誰か来る、誰か来る。いたぞ。やめろ、離せ。やめてくれ。ここにいたら全員殺されます。早く逃げましょう。どうやって、あ、これか。エレベーターのボタンを押させてくれ。しっかりしてください。皆死んでしまいますよ。すいません。大丈夫ですか。無事でよかった。あ、この人がビクターが。早くケーブルカーで逃げないと、私たちは一人残らず殺されてしまう。警察？何かの間違いだろう。そっち側からドアを開けられますか。ああ、多分。なんか来そう。早く逃げましょう。おい、あれは一体何なんだ。なんか来た、なんか来た、なんか来た。いや、大丈夫だ。何なんだよ、エレベーター降りたり下がったり、降りたり上がったりか。この人の様子おかしいけどね、ずっと。大丈夫ですか。行きましょう、逃げましょう。あ、くそ、どうしよう、血が止まらない。なんとか。ほら、デイビッド、しっかり、あともう少しです、頑張って。ダメだ、頑張れ。デイビッド、そんな、マジか。デイビッドが死ぬ必要はなかった、死ぬ必要はなかったんです。
おっしゃる通りです。あっ、ゴンドラだ。これか。すみません、あなたをここから逃がすわけにはいかない。そうだな、仕方がないか。ブラッグの研究のせいで自分が化け物になるとはな。どういうこと？行け、早く離れるんだ。みんな乗ったらケーブルカーを動かせ。行きましょう。行こう。ちょっと待ってね、これだけ気になるんだよな。ちょっとケーブルカー乗るんですけど。ようこそ。詮索好きな記者でも歓迎してくれるといいがな。俺のことは一切記事に書くんじゃないぞ。え？うん、よし、じゃあついてこい。なんだこれ。とりあえず乗ろう。今もう行くしかない。これもうちょい？ベレット早く！これ以上は待てません。はあ、これ本編でもこのゴンドラのシーンありましたね。なんとかこれでちょっと一安心だろう。予想以上にでかいネタを手に入れたな。満足か？はい。ネタ？あなたはデイビッドの死を決して忘れてはなりません。はい。あ、下に警察がいますね。あの警察は大丈夫か？さてと、早速だが本題に入ろうか。なんすか？あんたはブラックウッドで悪事を目撃したというが、俺には施設に侵入するためのでっち上げにしか聞こえない。え？世間はどっちを信じる？あんたが殺したのをこの目で見た。勝手にそう思ってる分には構わないが、デタラメを公表するのはいけない。ああ、あんたが記者だってのは知ってる。編集者がずっと探してたぞ。あんたが消えてくれたら助かるが、また騒ぎになりかねない。面倒は嫌いでな。さて、編集者には何と言うんだ？ん？真実を伝える。それが私の仕事だ。これは記者として私の仕事だ。本気か？物分かりの悪い奴だ。どうやらどうしても潰してほしいらしい。お前のような危険分子の居場所が一つあるぞ。療養所は好きか？これからもう一度あそこに収容されるんだ。喜べ。二度と出られないかもな。でも山には化け物がいるんだ。やっぱりあんたイカれてるな。仕方ない、
悪いがこれもあんたのためだ。療養所で残りの人生を楽しむんだな。ただ受け入れればいいんだ。インディゴ。何よ。取ります。いやあ、だから多分状況的に多分自分は記者で、そこの施設にいろいろ取材で、なんか怪しいなってことで取材行ったんだね。そこでいろいろとなんかおかしいことがあって、警察の悪事とかも発見したんだろうけども、まあ多分いろんな部屋行っていろいろ調べればなんかちょっと謎だったところが解けると思いますんで、ちょっと詳しく知りたい人は皆さん自らプレイしてみてください。もう僕はこれが精一杯です。本当にもうこれ無理だわ。でまたアンティルドーンっていうゲームをやってたらよりちょっと楽しめますんで、ちょっと皆さんこちらのゲームプレイしてみてくださいということで、本日はここまででございます。皆さんご視聴ありがとうございました。いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。疲れた。